以前、世界の最新フリゲート艦なんて動画を投稿したけど、どの国のフリゲートもまだまだ進化の途中というか、新しい用途のフリゲートの開発に尽力してる感じね。まあそれはあるな。多用途フリゲートが求められるようになったのも冷戦が終わってからの話だからな。兵器開発のスパンを考えると、1991年以降ってのはかなり最近なので、まだどこも発展途上だと言えるだろう。しかし、その分フリゲートには発展する余地があるということでもある。今まさに、世界各国ではすでに新しいフリゲートの計画や建造が進んでいる最中なんだぜ。うおー、マジっすか。フリゲートは空母みたいなデカ物と比べて印象が薄いけど、なんであれ新型兵器はやっぱ興奮しますわ。次世代フリゲートを発表、開発しているのはアメリカ、ドイツ、フランスなど、これまた多種多様だ。ということで今回は、2023年以降収益予定、新時代の次世代フリゲート艦と称し、未来のフリゲートの計画や特徴を解説していこう。今後もこのチャンネルでは軍事や兵器、歴史的なテーマに関する最新情報を取り扱っていくぜ。面白かった、興味深い、とか思ったら、高評価ボタンを押してくれよな。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。動画を作る活力になってるぜ。それでは皆様、ゆっくりしていってね。まずはアメリカの次世代フリゲートコンステレーション級から見ていこう。やっぱトップバッターはアメリカさんですか。絶対に外さない安定の世界最強国ですわ。コンステレーション級はアメリカが発表した次世代フリゲートで、2026年に収益する予定だ。これまでアメリカのフリゲートといえば、沿海域戦闘艦と呼ばれるものだった。具体的にはフリーダム級とインディペンデンス級だ。この二つはアメリカの新しい戦略思想をもとに開発された次世代的な艦艇だったものの、結局は期待外れに終わってしまったんだぜ。その原因として挙げられるのは、高コストであったことと、その割に戦闘力が高くなかったことだ。ああ、そういえば多様な任務に当たれるように、用途に合わせて、各種モジュールを付け替えられるミッションパッケージが採用されたけど、それによって複雑さが増してコストやメンテナンスの負担が大きくなってしまったのよね。そうなんだぜ。フリーダム級やインディペンデンス級はテロの危険性が高まっていた当時の情勢もあって、沿海域戦闘艦の名の通り沿海域で使用されることを想定していたが、昨今では中国の海軍力が大幅に向上していることから、しっかり水上戦に強い戦闘力のある軍艦が求められるようになってきたんだ。この結果、次世代フリゲートとしてコンステレーション級が求められるようになったんだぜ。テロリストみたいな散発的で想定しにくい相手よりも、国家のようなわかりやすい相手だとどんな兵器を作ればいいかも明確になりそうね。そうして開発されたのがコンステレーション級なわけだが、本級はフランスとイタリアが共同で行う汎用フリゲート開発計画、通称フレム計画に準じた設計を採用しているぜ。やはりスペックはアメリカだけあって高い。サイズは全長151メートル、満載排水量は7200トンと比較的大型だ。いわゆるイージス艦として最新版のイージスシステムであるベースライン10を搭載する予定だぜ。はい、対空性能のみならず、航空機との情報共有によって、対水上、対戦、対地性能をがっつり底上げしてくれるイージスシステムは、汎用性が求められる多目的フリゲートにはぴったりですね。うむ、まあ高価だけどな。ちなみにこのイージスシステムは、最初にアーレイバーク級駆逐艦の75番艦、ジャック H ルーカスに搭載される予定で、本駆逐艦の収益は2023年になるようだ。もはや標準装備になりそうな勢いでイージスシステム搭載してますね。装備は対空捜索レーダーのほか、全艦艦に32セルのマーク41垂直発射ミサイルシステム、艦砲としてはボーフォス 57mm 艦載砲などが備え付けられており、対空、対艦において高い攻撃力を期待できるぜ。フリゲートらしい幅広い対応力ですね。こうして見てきた中でも、コンステレーション級の最たる特徴は、やはりアーレイバーク級駆逐艦レベルの能力を持ちながら、小型で迅速な展開が可能という点だろう。イージスシステムが搭載されていて取り回しが効きやすいコンパクトなフリゲートが艦隊にいれば、ミサイル防衛能力は飛躍的に高まりそうですね。本級は2021年から建造が開始されており、最終的には合計20隻が調達される予定だぜ。能力の割にコンパクトだから量産もしやすそう。ただでさえ最強なアメリカ海軍がさらに盤石な体制に。さて、アメリカはこんなところだ。お次はドイツの次世代フリゲートを見ていこう。ドイツは次世代多目的フリゲート F126 を発表している。収益予定は2028年だぜ。
本艦の開発計画は2009年から始まっており、従来の海洋上での戦闘だけではなく、特殊部隊の潜入支援や洋上での長期間の監視活動など、多用途に活用できる軍艦として対応できることが求められるようになった結果、本艦の開発が進められたぜ。F-126 で最も特徴的なのは、その巨大さだ。全長約160メートルで、満載排水量は約1万トンを予定しているそうだぜ。でかすぎー、モガミ型のに倍近いわよ。うむ、もはやアメリカの駆逐艦くらいのサイズになりそうな勢いだな。ちなみに現在のドイツのフリゲートであるバーデンブリュルテンベルク級は7300トンだ。それもそこそこでかいわよね。しかし、F-126 はサイズの割に乗員数が114名と少なめだ。次世代なだけあって、精進化された結果かしら。そして、海上戦闘だけではなく対テロ対策や対機雷戦など様々な任務に柔軟に対応できるよう、各種ミッションモジュールが搭載され、任務ごとに付け替えられるようになるとのことだ。あれ、アメリカで失敗したインディペンデンス級とかの沿海域戦闘艦と似てない。うむ、あちらのミッションパッケージを彷彿とさせる運用方法だが、ミッションパッケージは搭載する兵装を付け替えることで、艦隊のサイズを小さくしようとする試みとしての装備だ。その割には F-126 は大きいんだよな。なぜこれほどまでに F-126 は大型化される予定なのだろうか。誰か詳しく知ってる人がいたら教えてほしいぜ。視聴者に聞いていくスタイル、モジュールを付け替えるタイプは、アメリカでもなかなか運用がうまくいかなかったこともあって、今のところメジャーな装備にはなっていない。今後の開発動向が気になるところだな。まさかアメリカにはできなくても俺らならできるぜ。とか、もしドイツがうまく運用できたら、アメリカの面目が立たないわね。先日は次世代戦車のパンターの発表もあったし、相変わらず独自路線を貫いてる感じで、個人的には最高に好きなんだけどな。ドイツ、とりあえず、ドイツの次世代フリゲートについては以上だ。お次はフランスのロナルク級を紹介しよう。ロナルク級はフランスが発表した次世代フリゲートで、2024年に就役が予定されている。艦種は駆逐艦となっているぜ。フランスの前級フリゲートはラファイエット級だが、これは就役が1996年から運用されているもので汎用性も低い軍艦であったため、大対応の艦としてロナルク級が開発された。全長は122メートル、基準排水量は4500トンで、乗組員は125名となっている。ドイツの F-126 よりだいぶ小型なのに人員数は多いわね。本艦最大の特徴はフランス海軍初となる、完全デジタル制御システムの艦艇となっていることだぜ。どの国にも共通することだが、フリゲートには、海上警備、対空、対潜水艦、情報収集など多用途任務に適用する汎用性が求められている。その中でも、完全デジタル制御というだけあって情報処理能力にはかなり力が入っているようだ。ヘリコプターの他 700kg 程度のドローンの運用能力も有し、艦隊のフェイズドアレイレーダーとも情報を共有しつつ、対空ミサイルのアスター、対艦ミサイルのエグゾセイム M40 ブロック3と連動しているとのこと。うおお、科学系、このデジタル全盛の時代にマッチしとりますやん。時間のレーダーやソナーで収集した情報は、航空機や領艦から送られた情報などと合わせてデジタルネットワークでリンクされるぜ。戦場での連携、情報分析から作戦の立案までが円滑になるんちゃいますのん。また、サイバー攻撃に備え、複数のデータセンターが用意されており、一方がダウンしても戦闘の継続が可能となっている。デジタルであるがゆえの脅威にもバッチリ対策済みと、次世代って感じがしてなかなか興奮させてくれるわね。と、フランスの次世代フリゲートを見てきたところで、お次はドーバー海峡を挟んだフランスの隣国、イギリスのフリゲートを見ていこう。来ましたね、NATO 海軍の雄ですよ。一時期は世界最高の海軍国家だったわけですしね。イギリスからは、次期フリゲートとしてインスピレーション級が発表されている。もともと31型フリゲートと呼ばれていたが、2021年にインスピレーション級と名前が決まったぜ。インスピレーション、兵器らしからぬアーティスティックなネーミングでなかなか洒落てるわね。イギリスは1985年から運用しているフリゲート、ドゥーク級が老朽化しており、この後継として本級が開発が開始されることになった。2027年に就役予定となっている。やはり、本級も他国と同様、海上警備、海軍支援、護衛任務、対テロ対策など、様々な用途に特化した汎用フリゲートとして開発されたぜ。イギリス海軍用に5隻開発するようだが、インドネシア用に2隻、ポーランド用にも3隻の受注が進んでいるようだ。全長138メートル、満載排水量は5600トン、乗員は約100人程度と、フリゲートとしては中型といったところだな。コンパクトと言われる日本のモガミ型と同じくらいですか。割と控えめね。兵装としては、ボーフォス 57mm 艦載砲、
艦対空ミサイルにシーセクター垂直ミサイル発射システムを装備しているぜ。ちなみにネームシップを寄港する前に、5番艦まで全部名前を付けてしまったことで少し話題になった。名前はそれぞれアクティブ、ブルドッグ、キャンベルタウン、フォーミダブル、ベンチャー。いずれも第二次世界大戦などで、イギリス海軍の空母や潜水艦として大活躍した軍艦たちの名前となっているぜ。日本で言うと、双龍や飛龍って付けるようなものかしらね。心の奥底にある誇りみたいなものを感じますね。これまたイギリスっぽいんよな。今回の名称決定に伴い、イギリスの第一海軍強肩海軍参謀総長トニー・レダキンは、それぞれの名称は、我々が日々努力している価値観を呼び起こすために選ばれたものです。それは最先端技術と活動の大胆さ、グローバル運用です。この5隻はイギリスが世界に誇る造船技術の粋であり、今後数十年の間イギリス海軍旗を掲げ続けます。とコメントしているぜ。今後数十年、そんな長く運用していくつもりなんか、イギリス海軍の艦艇愛が伝わってくるわ。さて、お次はラスト、スペインの次世代フリゲートボニファス級を見ていこう。スペインのボニファス級は2026年に就役予定となっている次世代フリゲートだ。開発自体は1994年頃からすでに存在しており、当時開発していたサンタマリア級の後継艦として開発する予定だった。当時は大型化する予定で設計していたものの、2000年代に入って大型艦よりも汎用艦が求められるようになり、2018年頃に大体今の形が決まったぜ。船体設計は前級のアルバロデバサン級と同じで、全長も幅も一緒だ。排水量は80トンしか変化がない。あ、そうなの。それなら前級使い続ければええんちゃうか。いや、機関部は大きく変更されているんだぜ。本艦には電気推進が導入されており、巡航時にはディーゼルエンジンを原動機とする発電機と電動機による電気推進、高速航行時にはこれにガスタービンエンジンを加えるコットラブ方式が採用された。はい、ハイテク、外側はそのままに内側をアップデートしたのね。ちなみに前級のアルバロデバサン級は、日本の混合型に続く海外で2例目のイージス艦でもあり、本級にももちろんイージスシステムが採用されているぜ。ほう、今のスペインってご近所のイギリスやフランスと比べると割と影が薄い印象だったけど、イージス艦使ってんのか、まあ場所的に海軍必須そうですもんね。スペインもまた、歴史的に見れば無敵艦隊なんて艦隊を有してたくらい強いからな。といったところで今回の解説は以上だ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、他の動画もぜひ見てくれよな。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。